ようやく試合で会えたな松山。この前の前、そして第2、形は違ってしまったが松山。だが、そしてつまり今日勝つのは、そうはいくか。フィールドに立てば実力が全てだから、全力で蹴散らしに。そん、いえ、さあ、いよいよ始まりますこの一戦。好ゲーム必至の対決に大観衆の期待は高まるばかり。富良野対東邦、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。さあ、大歓声の中、
両チーム選手の入場です。闘志をみなぎらせる選手たち、その熱気がこちらまで伝わってきます。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、フラノ。攻守にバランスの取れたフォーメーション、キャプテン松山君を中心に抜群のチームワークを見せる強豪です。全員一丸となって攻守に走る姿は見ていてすがすがしいものがあります。そしてアウェーサイド、東方。4人で中盤を構成する形になっています。最高峰の若島津君を中心とした堅固な守備から、テクニシャンの沢田君がボールを運び、エースストライカーの日向君がゴールを仕留めます。まもなくキックオフです。さあ、激闘の幕が開きました。沢田君、それスライディングで勝ちよう。よし、フェイントだ。鋭いスライディング、パスを出します。野田君、キャプテン、ここは勝負をかけた。川部君、決まった。ヒューガさん、見たか、止められない。ヒューガフィールドタイガーショット、これは反応しているぞ。加藤君、ボールはまだ生きている。さあ、ボールを抑えた。鋭いスライディング、反町。ヒューガ君、ゴール前に上げた。反町君、クロスに合わせに行く。絶妙なインターセプト。佐世君、ここは抜かせません。山村くん、ここはパスに切り替えた。小田くん、松山くん、足の良しドリブル、勇ましい突破だ。松山くん、荒鷲のようなドリブル、ゴール前に持ち込んだ。松山くん、イーグルショット、強烈なシュート、弾きます。パスを受けた。それ鋭いスライディング、松山君、足のようなドリブル。山村君、シュートまで持ち込めるか。チャージが決まった。それそれ、うわっ、佐世君、ここで止めた。若松君、ダイレクトでパス、ドリブルでボールを運ぶ。松山君、荒鷲のようなドリブル。高島君、激しいタックル。で突破。
ツキ君センターラインを越えて攻め込む。止められない。サレこのクロスは通るか。サレセンタリングに合わせる。飛んでいく。ここはパスに切り替えた。パスを出します。サレ君シュートを放った。ドリブルと見せかけてパスかわして振り切った。サレ君ここはパスに切り替えた。はっ松山君サレ奪えるものか。荒わしのようなドリブル。よし松山君勇ましい突破だ。シュートまで持ち込めるか。このパスが狙っているわ。これで消える。これは中盤豪快なシュートだ。これはキャッチできない。松木君こぼれ球をキープ。フラノここは戻りながらのディフェンス。横にかわして突破。ドリブルでボールを運ぶ。あとドリブルを見込む。若松くんスライディングでカット。中川くんこれで縦に切り替えた。横をすり抜けた。これでバカな反応まで見せます。フラノチーム全員でゴールを見せます。スペミの攻撃だ。止められない。ドリブルを見送る。シュートまで持ち込めるか。豪快にシュート。それ真正面からシュートを受け止めた。キーパーをものと見たか。それ東方ゴールキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。フェイント。クライラ軍次々に打っていく。これがタイガーショット。加藤君このシュートに反応している。同点。見たか。これが俺の力だ。邪魔だ。よっしゃ食らえ。それそれ松山君荒巻きのようなドリブル。それもらったぞ。痛ましい突破だ。それ次々に返していく。また松山君荒わしのようなドリブル。ここだ。前半イーグルショット。ここだ。できればいい流れで前半を終えたいところ。松山君ここは抜かせません。くらえ。イーグルショット。真正面からシュートを受け止めた。絶妙なインターセット。得意のヒールリフトで抜いた。必殺のシュートでゴールを狙う。ドライブシュートだ。このシュートにジャンプで反応。ゴール。まだまだ決める。これがニューヒーローの実力です。よし。そんな。ドライブシュートだ。それ早くはパスを出した。フラノ前半を終えて一歩リード。しかし試合キックオフ。パスを回す。いけ。中川くんボールを奪うことができません。チャージが決まった。タックルも決めた。本田くんここはパスに切り替えた。小田くん中川くんここはパスに切り替えた。若松くんここは勝負を避けた。
小池くん激しいタックル。若松くんタックルも決めた。横にかわせる連続突破で見せます。ゴール前に持ち込んだ。必殺の将来ゴールを狙う。若島津くんこのシュートを正面から受け止める。パントキックどこまで運べるか。フラノここは戻りながらのディフェンス。中川くんここは勝負をかけた。何ドリブルでボールをはむ。そこ連続突破で見せます。はこうだ。そんなゴール前に持ち込んだ。渾身のシュート。それ中川くんゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。ほらそれはそれパスを出す。これが本物だ。秋山くんはスライディングでカット。それ荒橋のようにモノドリブル。よーしここだ。イーグルショット。若島津くん横に飛んだ。キーパー反応するも決まった。みんな決めたぞ。奪えるものか。よしさここだ。イーグルショット。それよっしゃ。本当だ。ヒューガ君邪魔だ。敵陣を切り裂く。よしくらえタイガーショット発射。タイガーショット。ここで作戦を変えた。キーパー反応するも決まった。ね、俺は絶対に負けん。もらった。邪魔だ。そら、ベッタ。松山くん急がずにここだ。あらわしのようなドリブル。松山くんそら急がずに奪えるものか。そら、ベッタ。松山くんあらわしのようなドリブル。いけこれで決める。それさあ、ボールと真っ向勝負。若島津くんこれはキャッチできない。あと、オフサイドを取られた。いけ東方、この位置からのフリーキック。蹴り出します。いけそら、マッキ君素早く横にかわす。それマッキ君ここは抜かせるぜ。山村君ここは勝負を避けた。ここはパスに切り替えた。松山君センターラインを越えて攻め込む。あらわしのようなドリブル。フラドチーム全員でゴールを目指す。スペミの攻撃だ。松瀬くん激しいタックル。ここはパスに切り替えた。おっと攻守交代だ。敵陣へ攻め込みます。山村君やった。パスを回す。松山君いっぱいあるものか。シュートくれ。イーグルショット。豪快なシュートだ。よくあげて鋭く反応。鮮やかにゴールを決め。みんなの期待と思いは裏切れない。やった。それ奪えるものか。くれ。イーグルショット。ここだ。行け。振り切った。それヒューガくんシュートまで持ち込めるか。パントキックで大きく蹴り出した。島野くんいい形でボールを奪った。ここからシュートに持ち込む。カモくんこのシュートを正面から受け止める。ハントキックで大きく蹴り出した。松山くんワンタッチで送る。ドリブルと見せかけてかわして振り切った。これはごぼう抜きだ。横をすり抜けた。小田くんここでちゃんとシュートを放った。若島くん横に飛んだ。これ球をものにした。松山くん激しいタックル。くれこれで決めるだ。それ若島津くん横に飛んだ。松山くんシュートまで持ち込めるか。
今井君、ここは抜かせません。いよいよ後半アディショナルタイム、それ両チーム最後の力を振り絞って始めます。トップのヒールリフトで抜いた。はクロだ。なんだと。カウントキック、どこまで運べるか。パスを受けた東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。